こんにちは。ここは中国宋の国です。道元青年は生死を求めて、南宋は上海近くの民衆経験府へとはるばるやってきたよ。この時道元青年は24歳です。初めの数ヶ月間は港の船の中で寝起きをして、近くのお寺を訪れたり、それから一生懸命中国語を勉強しましたね。経験府に上陸してから3ヶ月後に、ここから20キロほど離れた愛久王山高麗寺の食料の調達や調理をされている老天女が、山内の雲水に食べさせるラーメンの出汁にする日本産の椎茸を買いに港へやってきました。柳はさんさん随所随所は座禅、至るところが座禅の場所。ここそこあそこ、ここかしこ、こっちそっちあちらあちらこちら。座禅は随時随時が座禅、あらゆる時が座禅の時間。昼夜夜明けお昼時、朝午後午前夕まぐれ、座禅は随所、座禅は随時、すべての空間が弁当場。座禅は随所、座禅は随時、あらゆる時間が弁当時。
心と言葉を記憶して塵と赤と拭い去り火花を